今回はリクエストの多かったまたまた出張 Vlog です。食べたり飲んだりするシーンのリクエストが特に多かったので、そんな感じのシーンを多めに撮影してみました。コスメ紹介だったり雑談している様子もあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。この日は仕事で東京ということで、福岡空港に向かう前に一息ついてます。いつも飲んでいる R1 はこの週は割とハードな週だったので、気合入れに R1 乳酸菌 EPS 2倍にしました。今週は特に絶対体調は崩せないなって時にはいつもこの EPS 2倍を選んでます。体調管理のために毎日飲むようにしてるんだけど、朝だったりお風呂上がりだったり飲む時間はまちまちです。なんといっても手軽に毎日続けられるのがいいなと思って飲んでます。今回の東京出張は1泊2日なので、前回の日帰り出張 Vlog と比べるとかなりゆっくりした朝だった気がします。と言っても7時過ぎぐらいだったかな。なるべく朝はバタバタしたくないタイプなので、前の夜に準備して寝ます。それでは少し荷物多めで行ってきます。この日の足元はアディダスのスニーカー、去年トゥモローランドの別注で出てたスニーカーです。気に入ってるので大切に履いてます。はい、福岡空港に着きまして、ラウンジでカフェラテ飲んでます。はい、出発前は福岡すごくいい天気になりました。今東京に着きました。今日はですね、ユニクロの春のコレクションの展示会にご招待いただいたのと、あと一つ仕事があったので来たんですけど、その一つ仕事が早めに終わり、ユニクロの展示会が夜にあるので、その前にお化粧直しをしようかなっていう感じです。なので今日のコーデは全身ユニクロで揃えてきました。全部春物の新作です。後で全身コーデご紹介します。いや、これ結構ね、いいよ。感動ジャケット、おそらくスーツとかで着る目的で買われる方が多いと思うんだけど、こんな感じでカジュアルなトップスと合わせると割と普段着でも着れるようなコーディネートができると思いました。いつも S サイズを買うんだけど、今回は M サイズにしてみました。今日は行く時に帽子をかぶってて、無理やりちょっと外羽にしたからあんまりうまくいってないヘアセットが、明日はねちゃんと綺麗にしたいなっていう感じです。で、メイク直しをするので、まだご紹介してないメイクグッズと、あと新作じゃないまだご紹介してないお化粧品たちをご紹介しよう。ファンデーションめちゃくちゃ聞かれるんだけど、もう私ね、ずっとこれルナソルのグローイングシームレスバームを使ってます。今新しくちょうどもう入れ替えたばっかりな感じで、これを使い始めてからもう迷走しなくなったファンデーは。これはね、本当におすすめ。2年くらい使ってるかな、もう。私はね、夏は SPF が高めのものを選ぶんだけど、春とかあまり紫外線が強くない時期はこの下地、肌のトーンを上げてくれるので、これを使う頻度は多いかなっていう感じで、今日のアイシャドウは何でもコーディネートに合うようにベーシックなものを持ってきました。こちら、これもね、使い始めたばっかり、アニベンのアパレルのトゥモローランドとコラボしてるアイシャドウです。で、カラーも落ち着いたカラー、こんな感じのカラーになってます。これがバーム系な感じのしっとりなテクスチャーのアイシャドウになってます。そんなにがっつり色がつくっていうわけではないから、大人な女性の方におすすめのアイシャドウパレットとなっております。これはね、通年で使えそうという感じで、あとはほぼほぼ一緒かな。これも今日から使い始めた D アップのミルクカプチーノです。 D アップはいろんな色ありすぎてね、いつも迷うんだけど、こういった感じのニュアンスブラウンみたいなカラーをいつも選びます。ユニクロで帽子も買いましたよ。これ新しい新作、こんな感じかな。これの冬に発売されてたウールのやつをね、よく使ったので新作のやつを買いました。あとね、カーキとベージュがあったかな。でも私はもう定番に使えそうなブラックにしました。今日帰ってくるのはどうかな、遅いかな、わかんないけど、今5時ぐらいで時間が微妙なんだけど、6時ぐらいに出ればいいかなっていう感じで、そういえばお昼ご飯食べてなかったなってことに気づいたんですよ今
なのでちょっとおやつを食べたいと思います。さっきコンビニに行ってきたので、今日はファミリーマートのプレミアムどら焼きというものを買ってみました。いや、本当はね、モンブランが食べたかったの。でも、売ってないよね、今の時期あんまり。今、いちご狩りみたいなのをしてるからさ、いちごばっかりで、で、たどり着いたのが、どら焼きという、ホテルについてあったドリップコーヒーを飲みたいと思います。私ドリップコーヒー結構好きで、コーヒーはねアメリカンが好きなの。もうこれでもかっていう薄いぐらいのアメリカンが良くて、皆さんなんでアメリカンコーヒーっていうか知ってる？突然。そう、それをね夫とカフェに行きながら話してて、なんでアメリカンコーヒーって言うんだろうなって2人でね考えて、答えをねググってみたら、アメリカ人がよく飲んでるからっていうね、本当にそのままの回答でした面白いね。ドリップしてます。珍しく今年東京で大雪が降った日あったじゃないですか。まさに今その時なんです。春服を着ていられないぐらい寒いというね私はなんでこんな寒い時に着てしまったんだろうか、寒いの苦手なのにと思いながら、もう手がねまた霜焼けが悪化中ですよ。ドリップされました。あ、そうだ、今気づいた。どら焼きだから緑茶にすればよかったまあ、ちょっとブラックでいただきたいと思います。いただきます。 UCC 美味しい。初めて食べる一粒どら焼き。とりあえず体力を持たせるためにもいただきます。いや、モンブラン食べたかったなまだ言う。意外とこういうゆるっとした動画をねみんな好きでいてくれる人多くて嬉しいです。私はいただきます。うん、栗はまだ出てこないね。本当はアイスも食べたかったけど、さすがに寒い。うん、栗が出てきた。あ、ホットコーヒー美味しい。こういうお菓子と食べるときは飲み物はブラックがいいよね。このホテル温泉ついてるみたいで、入りに行けたら行こうかなっていう感じではあるけど、疲れてたら行かないかな。この後夜行って、まあ、何時になるかわからないので、遅かったらまた明日動画撮るかもしれないし、明日は撮影があってそれ行ってちょっとまあやることやって帰る感じかな。はい、というわけでまた後ほど。はい、全身コーデです。イベントもすごく楽しかった。モデルさんが可愛すぎてね、終始惚れ惚れしておりました。これこそまさに動くマネキン。おはようございます。やばい、目が痙攣してる。今ですね、時刻が6時10分なんですが、なんとですね、昨日一睡もできなかったんですよ。一睡もできず、朝5時ぐらいから今メイクを始めて今に至ります。いやね、環境が変わるとね眠れなくなるタイプなんだよね。おそらく枕が合わなかったんだと思うんだけど、寝れなかったね。もともとそんなに寝るタイプじゃないし、まあ、ショートスリーパーな方なのだからね、問題はないんだけど、とりあえず早起きしたし朝食にでも行こうかなと思います。一番で6時半からだから、もうすぐあと15分ぐらいあるかな。なので一緒にカメラも持っていこうかな。昨日の夜使ったパックがこちらですね。ファミのパックを使いました。フェイスから首までできるタイプのパックです。最近出張が多いからこういうパックを持ち歩くことが多いですね。もう東京出張がこれからめちゃくちゃ増えるから、ホテルとかもいろいろ回ることになりそう。ホテル巡りできそうだもん、都内の。飛行機もマイルたくさん泊まりそうだし、そんな感じで今2拠点生活みたいな感じになってる。楽しい。あとね、そう、最近このねオイルが良かったよ。最近使ってるこちらのオイルめちゃくちゃいいです。このスキンケアシリーズ私大好きです。家ではこれのクレンジング使ってるんだけど、それを使ってるからかすごく肌の調子がいい。そんな感じかな。ちょっとハンドクリームも。ハンドクリームは
最近新しくしたロクシタンの定番のハンドクリームですね。そう、パッケージが変わったの。これなんと蓋がくっついてる。もうね、蓋がねなくなる心配がないからすごくいい。定番でさ、使いやすいよね、ロクシタンは。ちょっとだけ霜焼けも落ち着いてきた。来週からあったかくなるらしいよ。やった、嬉しい。今日のネイルもセルフジェルネイル7のシールつけてます。めちゃくちゃ簡単で、これこういう出張の時とかはマニキュアだとちょっと不安だからさ、ジェルネイルでやるようにしてます。こんな感じで朝食に行きましょうかね。もうがっつり食べようと思ってもう私朝食はがっつり食べたい派だから。というわけで朝食券をちゃんと持って行きます忘れがちよね、朝食券。では行ってきます。はい、やってまいりました、朝食会場。朝食バイキング最高って感じです。洋食から和食まで創作料理がいっぱいありました。もう全部美味しそうだった。このね、自家製プリン美味しかった。そしてこのおはぎ、これいっぱい食べた。もちろんお米もあるし、焼きたてのパンもありました。あと天ぷらとかもあったりして、インバウンド向けのラインナップになってるのかなと思ったり、まあそんな感じで品定めしつつ早速取りに行ってきました。私が選んだものを見る限り朝食は洋食派です。旅館の朝食とかになったらね、和食ももちろん食べるんだけど、バイキングってなったら絶対洋食。そして飲み物の量すごいって思った方多いと思うんだけど、飲み物めちゃくちゃ飲みます。朝は特に。いつもは白湯なんですが、この日は特別です。飲んでるこのグリーンスムージー、これ美味しかった。フルーツベースでバナナ強めだったかな。毎日飲みたいって思った。では楽しみにしていたフレンチトースト、メープルシロップたっぷりかけてきました。私はね、朝は生野菜はあんまり食べなくて、フルーツはね食べたかったんだけど、ここにはなかったな。これだけが残念だった。まあでもスムージーが美味しすぎたのでオールオーケーということで、ビネガージュースもガブガブ飲んで、オニオンスープもガブガブ飲みます。こういうバイキングの時はお腹ペコペコに空かせていきたいし、食べる順番は全く気にしない。もう欲望のままに食べる。この時早朝すぎて、まだ食べに来てる方が少なくて、そんなに恥ずかしがらず撮影ができたのが良かった。とりあえずね、飲み物飲んでるシーン多すぎて、これでも飲み物飲んでるシーンはカットしたんだけど、よくたくさん飲んでおりました。もうほんと無意識だからね、いつもの食事の様子って感じだから。続いてクロワッサン、バターたっぷりのパリパリ系でした。私ね、クロワッサン端の方からガブっていくのではなくて、こう巻いてあるのを剥がして食べたい人なんですよ。ここはね、グッとこらえて普通に食べようと試みたんですけど、まあ、いつもの感じでこれはね、皆さんに共感してもらえないところだと思ってるので大丈夫です。とりあえずこのフレンチトーストがすごくお気に入りでした。ひとまず全部食べれそうな量を取ってきたので、創作料理は少なめにしました。創作料理すぎて何を取ってきたか覚えてないんだけど、美味しかった。クリームチーズのなんとかっていうやつで、うん、美味しいって言ってる。でこれはね、卵サラダだったかな、そんな感じだったと思う。割と私は食べた瞬間表情が出るタイプで、すごくわかりやすい。このオニオンスープもね、具材がたっぷりで美味しかった。ホットコーヒーも飲む。そしてこのおはぎ、楽しみにしてた。おはぎはたまに無性に食べたくなる時があって、その欲を満たしてくれた気がした。おはぎってそんなに食べる機会がないから、美味しすぎてこのあと3つくらい食べた。朝食は絶対洋食派って言ってたのに、おはぎは和菓子か。とても美味しかったです。クロワッサンも全部食べまして、このプリン
すごく美味しかった。超美味しかった。編集してて気づいたんだけど、気に入ったものは食べるのがめちゃくちゃ早い。私ね、バイキングはすごく好きで、まあ、よくはいかないんだけど、そしてね、量もそんなに食べれないんですが、少しずつを何種類も食べれるのがすごく幸せだなって思う。だからね、コース料理とかもすごく好き。皆さん一番何料理が好きなんだろう。私はね、フレンチ料理は大好き。そしてね、タイ料理も好きかな。生春巻きとか大好き。まあスイーツ好きなので、ご飯もできれば甘い系の料理、例えばグラタンだったり、そういう感じのご飯が大好きです。ザ甘党って感じ。もうチーズがたっぷり入ってたらなお良い。そしてあれだけアメリカンコーヒー好きって言ってたのに、カフェラテを選んできましたね。とりあえず気分です。気分で飲み物は選ぶ。そしていつの間にか2回目のフレンチトーストおかわりしました。で、隣にあるのがスクランブルエッグかな。それも食べましたね。そしてこの後おはぎも食べました。まあそんな感じで私の朝食の様子見ていただきありがとうございました。ではコーディネート紹介をします。荷物を少なくしたかったので着回しコーデですが、こんな感じです。ショート丈のトップスは今マイブームですね。はい、ご飯食べ終わってきました。美味しかったけどめちゃくちゃお腹いっぱい。炭水化物を食べ過ぎたよね。パンとおはぎ、あのあとおはぎあと2個食べたからね。そんな感じのお腹いっぱいの朝食でした。というわけで今からちょっと撮影なので頑張ります。ちょっと眠くなってきたんですが、行ってきます。はい、無事に仕事も終わりまして羽田空港に到着しました。では本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。